ナイナイチッチュ。私もカブトムシを育てましたので紹介します。今年のカブトムシは取ってきたわけではなくていただいてきました。オスとメスと合わせて4匹いただいて、去年と同じ容器に入れました。今年はそこに青銅金さんも一緒に住んでます。青銅金さんはあちこちにいっぱいいますから、一緒に住むことにしました。中には2匹ぐらい青銅金さんが一緒にいます。ちょっと飛ぼうとしてましたね。カブトムシさんはなかなかあんまり飛ばないのでのんびりしてますよ。あれ、青銅金さん飛んでっちゃったな。カブトムシさんの角が立派ですね。結構大きな角をしてますよ。なんか成長具合によって角が大きかったりちっちゃかったりするみたいですね。いや、この子は眠たいんですかね。土の中に潜ろうとしていますよ。お、角が入ってる。結構力が強いので、この中に入れた木の棒を動かしたり中の土を移動させたりして、結構見るたびに中のレイアウトが変わってますね。おや、下の方で何か動いてますよ。もぞもぞしてますね。誰かねんねしてるのかな。出てくるんでしょうかね。この後は見てましたけど何も出てきませんでした。土の中でもぞもぞしてるだけですね。さあ、カブトムシさんもお散歩をしましょう。お手手の上をお散歩します。結構掴む力がしっかりしてるのと先端が爪があるので痛いですよ。さあ、動いたからお腹ペコペコです。ご飯を食べましょう。いっぱいゼリーを食べますよ。結構カブトムシさんはいっぱいご飯を食べますので、ゼリーはしっかりと入れてあげましょうね。ご飯を取り合って喧嘩になっちゃう時がありますからね。おや、メスの子がちょっと邪魔しに来ましたね。オスがご飯の邪魔しないでって押し返してますよ。やっぱ角があると強いですね。ほら、メスの女の子が近くに行けませんね。追い返しちゃいましたね。ほら、女の子はこっちに行っちゃいました。お腹空いてるわけではないんですね。ここにもゼリーありますからね。さあ、この女の子はどうするんでしょうか。さあ、もう怒ったぞ。おや、お、羽を広げて飛んできた。男の子に攻撃しましたね。さあ、男の子はやられちゃったのかな。どうやらこの女の子の勝ちのようですね。さあ、この木に乗ってとことこ行っちゃいますよ。さあ、また運動しましょう。今度は子供用の豆椅子に乗ってますね。でもこれツルツルしてますよ。あれ、あれ、掴めないぞ。ツルツルで登れませんよ。誰か助けて。さあ、こんな時は助けてあげましょう。はい、どうぞって。はい、うちの子が助けてくれました。はい、登れましたね。よかったです。これで上に登ってお休みできますね。そして運動が終わったらまたご飯の時間です。もう食べて寝て食べて寝てですね。こんな感じで今年もカブトムシを今飼ってます。卵ができて幼虫とか生まれるといいんですけどね。
去年の卵は残念ながら帰りませんでした。今年はどうかな。さ、クワガタとかも捕まえに行きたいですね。まだまだ夏なので探しに行ってきます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。